1914年に国定史跡制定されたニューブランズウィック州セントジョンのフォートハウカナダ国定史跡はカナダ環境省の文化遺産保護制度の一つカナダ史跡記念物委員会の提言に基づきカナダ環境大臣が制定するパークスカナダが国定史跡プログラムを管轄する2010年現在956カ所が制定されている国定史跡は すべての州及び順州にあり、また二箇所はフランスにある。国定史跡は人類の居住、カナダ統治、経済開発、社会生活構築、文明文化表現の5つの広いテーマに沿って整理されている。それらは少なくとも下記のうち一つの条件を満たす必要がある。国定史跡に制定されても史跡そのものに法的な保護規定は特にない。しかし、 史跡認定は、州、市町村レベルでも重複して制定されるため、他レベルの史跡認定で法的保護が運用される場合がある。国定史跡に制定されると、国章が使用された連邦政府の標識が立てられる。初期の頃は、ケアンがであったが、近年は単なる標識となっている。標識は、赤紫色に、金文字で、最低に過酷語での表記がなされる。 当初、史跡保護より、戦勝記念碑的な扱いであったノバスコシア州のルイブール要塞。1920年に、史跡指定されたが、保護、修復は1961年以降開始された。パークスカナダ、ナショナルヒストリックサイツオブカナダイントロダクション。2010年8月23日閲覧。パークスカナダ、ナショナルヒストリックサイツオブカナダ、システムプラン。 2010年8月23日閲覧。スウィナートン、ガイ、エス・アンド・バギー、スーザン、プロテクテッド・ランドスケープス・イン・カナダ、カレント・プラクティス・アンド・フューチャー・シグニフィーカンス。ザ・ジョージ・ライト・フォーラム、ジョージ・ライト・ソサイティ。2010年8月23日、閲覧。パークス・カナダ、ナショナル・ヒストリック・サイツ・オブ・カナダ・システム・プラン、エンハンシング・ザ・システム。 2010年8月23日閲覧。ヒストリックサイツモニュメンツボードオブカナダナショナルコメモレーティブプラークスプラークモデルズ。2010年8月23日閲覧。ありがとうございます。